します。うわ寝てたわ。ばあちゃんいらっしゃい、あくびいらっしゃい、ぐーちゃんいらっしゃい。うわ眠てえ。やっぱめめめのメガネいらっしゃい、キャンデリアいらっしゃい。来週あ、まあいいや。トマイらっしゃい、うんこ漏らしたことある人いる、メニューらっしゃい、元気。今日ずっと寝てました。ちょっと起きたけどね。ジャジャマルいらっしゃい、ジャジャマルいらっしゃい。あ、まーちゃん落ち爆50やれっす。あ、やべ、うんうん、ペッ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 はーん。まあかっこよかった、ごめんね、匿名外しちゃった。かっこよくないっす、目つけてほしいっすか今日。じゃあ行くよ。つけてほしいなら。じゃあ自身は組み一緒に。マジ一緒に。取ってしまいげおかしいな。マジ。ボノチュらしい。来週の火曜日はあの実験決まりましたんで、うん、実験します、来週の火曜日は、ね、東横の王、大好きだからあのリスナーさん、あのリスナーさんが火曜日にやる実験はリスナーさんとあのコラボでやります。コラボっていうのはどういうことかっていうと、別に会ってコラボするわけじゃなくて、リスナーが今から俺が10個言うこと、10個、だから10個あるから、だからあのリスナーが言ってくれたやり方でそれを実験するから、うん、まあ意味わかんねえと思うんだけど、まあの DM が来ててね、 DM がピピやすい、 DM が来てて、あボスビートは3ケースなんだけどマティックもらってくれない、え、マジっすか、欲しいっす。ハズピーやっしゃい、ウメやっしゃい、バナやっしゃい、ウィーやっしゃい、チャンユーやっしゃい。相変わらず説明ただな。いや、あの詳しく言ってないからね。まあ DM が、ツイッターで DM が来てて、ね、あの、まあ、あるものを壊してみてくださいと。絶対壊れないって言われて。じゃあやってやろうじゃねえかと。それが火曜日に送られてくるんで、どういう感じで壊したいかっていうね。いやまずとりあえずそれはコップらしいんだよ。全く何しても割れないコップらしいんだけど、うん、まあ元では誰が始めしようかな、よくわかんねえけど、なんか YouTuber がやったんでしょ、うん、その YouTuber がどうのこうのして壊さんでも、あの俺ならあの普通に壊せるんで、うん、だからどうやって壊してほしいかっていうのね、うん、だから1回目はとりあえずあのブーンってあの下にあの放り投げて割る、それで無理ならあと8、9個、うん、何してほしいですか、何して壊してほしいですか、顎で粉砕、いや
じゃあに炙りマグロよし、うん、足あいいっすよ。じゃあ足顎、うん、オッケー。顎で粉砕すればいい。逆に顎が粉砕することない、それ大丈夫。車で引く、あ、OK、じゃあ車で引きますね。あ、よ、4つ目踏み、熱湯をかけた後氷に突っ込む、あ、了解です。あ、じゃ じゃあ車で引く、はい、次5個目、熱湯をかけて水で引く、ね、バックで割る、どういうこと、どういうことコップの穴に今お前あのチンチン入れるってこと。足いいけどよし。なんかさ、なんかあのなんか顔とか顎とかって言ってるけど、なんかこっちが怪我することないそれ。あ、俺が2階からジャンプして壊す。5兆追い込んだパウンド力があればすぐ壊れるだろう。マジ？コップにパウンドってどういう状態って思うけど。膝でアタック。うん、いらっしゃい。何せ病院行った。いや、あの金がなくて行けないって。あの月曜日に行きます、病院は。ちょっと今金がなくて病院に行けないですね、マジで。マジで。6個目が、じゃあハンマー、バットで、あのこの間 TJ さんからもらったバットで、あのこうやってコップ投げてピャーンってやる。7個目、お前また売名。いや、お前すごいよね、どんだけ売名するのっていう。でも去年もしてなかった。ああなっちゃうともうずっと売名さんといけなくなるんだよ。俺が潜ってみたら挨拶なしか。あ、すいません。あ、すいません。あ、すいません。お前もアポなしエリアとつ。いや、いいわ俺り。なんかアポなしエリアとつは。俺逆にその度胸ないんで、ね、度胸あるからすごいじゃん。早く嫁もらえ。いや、嫁はいらないっすね、いらないっすね。悪用茶漠です。ペペ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 はーん、行かないよ。てか東京なんか行けないでしょ。なんかうちのリスナーさんもかなりなんかオミクロンになってるやん。オミクロンにめっちゃなってるし、なんかそのどこにも行ってない人たちが意外にオミクロンになってるらしいんだよね。なんでなの。あ、ニキリオ食事です。フェ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 はーん、多分ワンチャンなんか俺がそれだわ、うん、マジワンチャン。なんかもうコンビニとかスーパー行くだけでも感染するんじゃねえかっていう感じになってるよね。めちゃくちゃなってるよ今で。俺なってないんだよね。お前みたいに旅してねえのに。え、ワクチン打ったの。あれ、そっちばけだと。ふふ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 。あー、でもなんかオミクロンも俺もなんかあのショー、利根川翔って人がいるんだけど、その人の配信を、あのオミクロン感染しました、陽性になりましたつって配信見たんだけど、いや、これをあの絵面を見てなんか普通に、いや全然軽い風邪とは思えないんだけど、めちゃめちゃきつそうなんだけど、嫌なんだけど、あんななりたくねえんだけど、あんな、オミクロンでも風邪とは思うやつがいる。
軽症じゃないの。いやだって病院に行って、で病院で席でこう座ってたらしいんだけど、もうそれさえきつくて、なんかもう椅子にこうまたがって、こうその両足を地面につけてこうやってたらしいからね。なんかもう普通に座ることさえままならない状態とか嫌なんだけど、超きついってことじゃんそれ。そもそも風も重いのと軽いのあるよ。あ、そうなの。もう風邪で重くなったことないんだよね。足治ってないよ。ただ金がなくて病院に行けないから月曜日です。持病があるからホテル用料したいって言ったら空いてないから無理って言われた。君はじゃあそのもうあのあれなの、もう治ったの、オミクロン。一条山芋くんは今ナウなの。それどうなの。おい、大福高屋いらっしゃい。いらっしゃい。野田さんはインフルより軽いって言ってた。ってことはじゃあ人によるんじゃ、よるってこと。ってことはワクチンを2回打ってたらちょっと軽くなるとか。よくわかんないけど。ワクチン打ってないでしょ、翔くん。あ、そうなの。兄貴りょうしょうこじゃです。フェ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 。はーん、こんばんは。ありがとうございます。マジで最悪じゃん、超怖えやん。巨大メントスコア最高でした。あの火曜日またあの大で、まあ、大でもないけど実験するから、うん、だからあのなんかこの割れないコップってやつはね、あの なんとかしても割るまで終われませんってやつやから、どういう割り方してほしいか、うん、あの金出してくれるんだったらあの重機とか、うん、頼むけどね。コップ1個に重機使って。あやちゃんこんばんは。なんなんこれ、なんなんこのアイテム。あ、フリーいらっしゃい。皆さんいらっしゃい。熱は38度も出なかった。じゃあ俺なったらやばいじゃん。親父がやべえやん。こんばんは、こんばんは。以前ワクチンなし無症状か感染しないかどちらかで。何よ。松本君はむしろ無症状でなってる説あるよな。そうか。なってないと思うけどね。いや、ほんと無症状すぎないそれ。じゃあその無症状ってのは人にうつさないのって話で。あ、うつすのって話で。おちょこじゃいす。フェ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 。はーん。自撮りありがとう。あ、お茶爆のお礼っすか。うん、ほんとはね、送りたくないんですよね、あれ。まあ、でもまあ、送るわ。うん。ほんとは送りたくないんだよ。症状でも陽性なるっすね。ってことはね、ってことは多分なったことないね。無症状で陽性でだったとしたら間違いなく家族に移ってるはずだから。あ、ぐーちゃんおしまいです。フェ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 。はーん。てか俺初めてこんな言ってんだけど、お茶爆。お茶爆100が162なんて俺初めてなんだけど、今までで。やば。兄貴お茶爆100です。フェ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 。はーん。53万いく？マジ？給付金？いや、給付金か知らんけど。うん。実験？
いや金かけた実験してみたいね、マジで。マジで。めっちゃ金かけた実験してみたいね。親父とか母親とか全員家から追い出して、家リフォームとかね。帰ってきたら大変、全然違う家になってるって。トイレ怖そうや。ね、いいよ、もうこのトイレは。コーラにドライアイスとメントス入りは実験したっけ？いや、したことあるよ。ドライアイスコーラはマジでやめた方がいいっすよ。本当に。あれマジでやばい。本当になんか俺、これドライアイスって のコーラにドライアイス入れてやってみたんだよ。500ペットボトルに。で、それで、いや、全然止まねえじゃんと思って、親がバーってこう、扉があるじゃん。俺の部屋あるじゃん。で、階段とかあるじゃん。で、親と喧嘩してたら、ドカーンとか言って、マジ右の太ももに衝撃が来たもん。いや、あれ多分近くにいたらマジ怪我する。マジ怪我する。いやマジで足持ってかれんじゃねえ、あれ近くにいたら。見たことない。いやあれマジやばい。そうたらしい。まああれはね絶対ダメですね、あれも良い子はしちゃいけないって。もうまさにあれガラス吹き飛んでなかった。いやそのペットボトルがもう消えたよね。でペットボトルどこに行ったかっていうと、ペットボトルのこのシールあるじゃん、あれが天井に張り付いてて、もう跡形もなくなくなってた。嘘だな、1回目だと信じない。いや、あれ YouTube に上がってんじゃない普通に。っていうか、結構音楽的な科学実験、あ、いいね。グラデーション。いや、もう跡形もなくなってたよ、全部。ペットボトルの原型がもうなくなってて、全部破片が飛び散ってたって。いや本当に爆発ですよあれ。であれすると、そして警察が来るんだよ。部屋でやったすごい音したって苦情が来たんですけどって。あれダメですね。ドライアイスは分かるけど飲み物入れるの。だからドライアイス、だからコーラをとりあえず全部飲み切ってドライアイスを入れて蓋しときたらバーンってなる。熱が上がることはやる前から分かるだろう。いやそんな知らんし、あ知らんし、実際経験して、あやばいんだなって俺の気づく人なんだよ。コーラ好きやんな。いや次のあれはコーラじゃないけどね。ピピいらっしゃい。何しとんか。あ、伊藤いらっしゃい。めっちゃ久しぶりじゃん。いや、久しぶりじゃない。なんか最近来るよね。最近来るやん。よくそんな危険なことするな。まあなんか、ね、面白いじゃん。やったら。お前ドライアイスで歌ってた。あー、それもやったね。ライブの時に下の煙がドライアイスを使ったらできるみたいな。ダメだったな、微妙だな。ピンキリングいらっしゃい、ナッチいらっしゃい。そういえば、はらませた女どうなった。いや、はらませた女ってか、はらませたことないけど。だからどうせ人違いじゃない、それ。爆発して、怒ってびっくりしてた。してないよ。びっくりはしてないけど、殺意覚えてたね。じゃあ釘とか鉛玉入れてたら爆弾になるやん。まあなるでしょ普通に。いや意味が合わない。合わん関係ねえだろ。はらますってなんなん。上下クライスフェ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 。いや適当だよこいつは。なんか適当なこと言うから、それ信じちゃうやつがやめて、そういうコメントするの。
やつ来てよ、いらっしゃい。イカルなんか腹ますけよ、気持ち悪いな。気持ち悪いだろ。聞いてもいらっしゃい。ウリの歌、あ、それフワッチですね。ポンズ太郎いらっしゃい。マティアスの名前の由来気になる。いや、ツイッターにマティアスって書いてある中の王子みたいなやつがいたんだけど、あ、この名前超かっこええやんと思ってそのままパクったね。あ、これ俺にふさわしい名前だと思って、だからガチやってる、やってるよ。でももうなんかあの負けちゃったから、もういいかなって。マイマイさんいらっしゃい。初見ですって言ってくれ。ツイッターフォローしてるけど。マツコメンスいらっしゃい。名前までずっとかよ。いや別に名前は別にいいでしょ別に。ツイッターは前か王子しか、いや俺か王子かなんかあの外国の俳優マティアスっていう俳優、が出てきますよ。マイコザ次な、あ、それやばい。松本のニックネームではねえな。俺のニックネームはなんかまっちゃんとかまっつんとかだったよね。よいしょ、いい。ブラジル、いやブラジルはなんかムカつくけどね。ただ単に言われてムカつく。ただただムカつくだけ。松本らしい。ピンドンって言われてるのはいつだっけ。何ピンドンって。ピンドンなんか言われたことないんだけど、何それ。シャンパンみたいな名前。あ、5よりマシだろ。いや、どっちもどっちだろ普通に。まあ5もブラジルも一緒のようなもんだろうな普通に。先生にブラって言われたんだろう。そうだよ、ブラ、あ、松本とか言われる。マジうぜえから。茶色とピンクのサウスポー、ああ、それいや中学校時代だね。今日神回ありますか。いや神回ないっすね今日。ないっすね。今日はあの料理作るかな。することねえし、マジ配信で毎日毎日してたらマジすることなくなるよね。はいよ。水素爆破実験なんすかそれ。ちょっとあのやり方を DM で教えてくれたら、まあ、やりますけど、うん、それあの本当に爆発するやつじゃないのそれ。冷凍ミスト、いやもうミストない、もう全部食われてた。トイレの水セメントで固めてみた。あーあー、それどれぐらいかかるんですか。ニベア風呂、まあ、全然いいですけどね。やり方さえ教えてくれれば。あとどれぐらい材料でお金がかかるかとか。うん、いや施設に爆破予告ってただの犯罪じゃん。まあ、犯罪予告だろそれ。無理やろな、そんな。いやそれがなんか実験でもなんでもないんだよね。実験とは言わねえんだそれ。面白い通り越してやばいっていう、ただ単に本気でやべえやつって言わなきゃ、なんかワンチャンそれバンになるし、てか絶対 A 版になるし、で俺はあの留置中間だけぐらいし、それは価値はあらへんやつ。セメントある意味伝説になる。なんか別になんかそんなとこで伝説になりたくないかなと。顔パンパン、うるせえな。膝だから金がないから病院に行けないんですよ、うん、今
痛いよ普通に。配信者が、配信者だっちゅうかもうなんかやばいよね、ただただやばいよね。みんないらっしゃい、こんばんは。なんか膝も痛いけど用紙をしてない。膝も痛いけどなんか首も痛いんだよな。すげえ曇ってるし、この間の実験のせいでもマジで携帯が壊れました。マジで最悪。誰かの携帯くれませんか。 iPhone11 以上。なんで膝痛いの。いや怪我だね。てか半月板だね多分。いやオミクロンじゃないと思う。ミクロンそんななんか部分的な感じになる。上海だ。病院行かなかったの。いやだから病院に行けないの。病院に行けないの。行かなかったんじゃなくて、お金がなくて行けないんですよ。なんなら俺ガソリンもなくて、ロマンちゃんマジックガソリン止まるぞこれ。早く月曜日になってほしいんだよね。月曜日にフワッチのアイテム入るけど、マジできついわ。何もできねえ、マジで本当に何もできねえんだよ。マジで今日の晩ご飯付きないんだ。いやだからあの超安く、あのコスパをクソ安くして、あの材料買いました、1000円以内で。でも病院は1000円以内じゃないからね。うるせえな俺。1000円以内で女に会いに行くの。いねえよ女なんか今マジで。金さえあればあの女に会いに行くんですけど、いやあの今日はだから1000円以内の料理ですねマジで。でも今日はテロップ、あの1000円以内のあのであの料理してみたしかない。節約料理だよ今日完全に。今日だって全部で全部であの1000円だったかな。真似するわ。あマジで、今日マジで今日あの1000円だったのちょうど。マジ、必見ですよマジ。だからテロップはあの1000円の料理で本当に1000円レシート見せろよ。あいいよ別に。いいよ。1000円高いな。いやてか普通にスーパー行ったらさ1000円以上取られるくね。早くレシート。ちょ待ってよ待って待って、まあ、1000円分の材料でリナリコって書きかけたじゃん。じゃあやめてくださいマジで。これか料理。ね、レシートっすね。あ、じゃあ今見せますね。あれレシートどこやったっけ。レシートあれ、あ俺レシート俺ワンチャン捨てたかも。
これレシートがね、あ、ありました、ありました、ありました。ね、1月29日土曜日4時27分こちらですね、1000円はい、だからほんと1000円分なんですよ。は？いや、はの意味が分かんない。隠すなよ。何が？指どけて。いや、意味分かんない。指どけるもクソもないでしょ。1000円じゃん。指で隠すな。いや、隠してねっつーの。なんでそういうことするかな。なんでそういうこと言うの。もう一度見せて。いや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 、いや一回きりでしょこんなの。普通にテロップ1000円ぐらいに変えろや。いやいや、だから1000円ぴったしだっちゅうの。折り込むなよ。折り込んでない、折り込んでない。そんなことしてない。マジで。見てなかった。わかったわかったわかった。はい。一応ね。あ、ごめん。ちょっとこっちからちょっとないっすね。残念ながら。まあでも、これ1000円なんで。うん。嘘つけ、1042円だろ。いやいやいや、違います。1000円です。ただちょっと帰り際にちょっとぐしゃぐしゃってなった時破れちゃったから。何買ったん？今日の料理だね。74円。74円なんかないよ。1000円だよ。不自然すぎるだろ。だから仕方ないじゃん、そんなこと言われても。不自然じゃねえよ。リケ君、シーン。消費税。あ、だからなんか消費税で、消費税がなんかちょっと入って、それでちょうど1000円みたいな。四捨五入で1000円です。いや、意味がわからん、引退って。なんだお前。引退って。だめ、そんなんで引退せんといけんやん、お前。普通に。まあでもテロップ見てよ。テロップ見てみ。普通にテロップ通りじゃない。マジで。俺ずっと書いてんじゃん。俺約1000円分の材料で料理って書いてんじゃん。ヤックだからな。そうそうそう、うん、まあでも1000円なんですけどね、言うても。ヤックとはいくらですか。うん、だから1000円。1000円なんかもうちょっと端数でなんかわけわかんない金取られて、まあ1000円ちょっとぐらいじゃない、うん、ごめんなさい。でしょ、そういうことにしとくか。そういうことにしとくかじゃなくて1000円だから。許してやるよ。 ありがとうございます。謝って、いや逆に謝って、うん、謝ってか許してやるにして。 それなら、いや、うん、まあ、今日はだから約1000円分の材料で料理をしたいと思います。まあ、これは主婦必見ですね。主婦の方、旦那さんがいたり子供がいたりする人はね、こうやって1000円分で料理が作れるっていう、ね、うん、3人分で1000円は安いね。そうそうそう、安いでしょ。全然安いから。おい、ダブルコーモンってなんだお前。はい、今日マネシ作ります。あ、マジ？材料あるの？
ないでしょ。まず買いに行かないと。鍋？鍋っていう証拠は？証拠ないじゃん。材料見せろや。だから見せてあげるよ、入ったら。残して。鍋しか作れないから。いや確かに鍋専門だったけど、なんか別に鍋もなんかほぼほぼなさ、なんかいろんな味食っちゃったから、もう飽きたからなんか違うのにしたいなと思って、今日は違う料理です。真似するか早く。いや、とりあえずスーパー着いてからの、あれ、コメントしてきて。とりあえずスーパー着いてから。うん、スーパー着いて、カゴ持って、で、普通にお酢カゴのやつ持って、でそれでそっから、コメントして。うん、俺の彼女に LINE すんなよ。カレー鍋。いや、お前彼女なんか絶対できんタイプだろ。まあ、常にお前女の枠にいるじゃん。ってことは俺も女の枠にいるんだけども。お前も俺と一緒のようなもんだよ。だからいねえんだよ、お前も。やめて。いや、お前絶対いるよね、女の枠に。あ、俺もいるけど。俺もいるけども。そんな言うな、マジ。微糖も買ってきて。誰だこいつ。あ、コーヒー欲しいな、マジで。女配信者釣ってるのか。いや、俺釣ってないよ。今日初見で行った女の子のとこで軽くツイキャスのポイントめっちゃ溜まってたから花火3回ぐらい投げただけでさ、なんかサポートランキング1位になっちゃったんだけど、恥ずかしくて外しましたね。またサポートにしといたけど、サポラン1位嫌なんだけど、初見で。いやほら、いやマジで、お前アイテム投げんの？いや、まあな、アイテム投げるよね、俺。全然投げるよ。どんな国行ってんだよ。いや、わかんないけど、なんかその女の子の名前なんだけど、女の子なんだけど、ね、そこの枠行ったらね、このジャジャマルって人がいて、ビビったわ。いや、君がいたんだけど。おつやみ。よっしゃい。おつみ。おつみ。今日主婦の方必見ですよ。主婦の方。はい。秋やってツイキャスで影の花火師なの。いや、別に花火師じゃないけどね。てか花火師って言ってもあんな相手に金入らないじゃん、普通に。はい、じゃあちょっととりあえず見ますか。あ、兄貴お茶化け開発。プレ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 はーん。特別だよこれ。やらねえからね、スタジオに移動しよう。あ、移動するよ。まあ、ていえ。兄貴にお仕事がです。フレッ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 フあ、でもね、僕ね、あれですね、あ、そう、これだけ言うの忘れてたんですけど、僕マジで、今年ちょっとまあ本当に家がなくなる、まあ、親も言ってたじゃん。家売るみたいな話してたじゃないですか。
アイギリショゲスフェ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 あーん、あしくおい、やめなさい、ありがたいけどもこれ持ちて落ち葉100巻200いくぞこれ、まあ、あと35回クラクション鳴らせばいい、これあと35回クラクション鳴らすだけで 100もらえるの、え、よ、簡単なんですけど、あ、フェ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 、うーん、先に鳴らしといて、まあ、こんかったら嫌だから、嫌だ、近所迷惑、うん、あ、そうですね、あ、兄貴の職業クラス、フェ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 、うーん、1,2,3,4,5 あと5、お茶巻き105、あ、じゃあいいです、あ、フレ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 、あーん、誤解なしで、お茶巻き、ナオさん、お茶巻き役です、フレ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 、あーん、ナオさん、お茶巻き役です、フレ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 、あーん、全然最高なラジコンでした、こんなラジコン、こんなラジコンありがたいで、あげちゃけでフレ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 、うん、なんかちょっと待って、イカルドの声が聞こえて、ちょっともういいわ、もうちょっとやめておきます、なんか今でっけえ声が聞こえたぞ、今中から、家の中から、やばいよやばいよやばいよ、マジやばいよ、いや、もういるよ家に、うん、あ、でその話の続きなんですけど、あんまこの今年夏になんか家売るみたいな話になってるじゃないですか、でそのあのね、あの僕あの引っ越し先決まりましたんで先に言っときますね皆さん、はい、もう材料見せてくれないで前すんのやめます、いや、意味やん、前しろよ、多分ね、僕ね、あの本当にね、もう一人暮らしというのは次一人暮らし、まあ今まで茨城県とかね、あの大阪とか、まあ島根県の、増田とかね、あの東京とかね、鳥取県の倉吉とか住んできたんですけど、あのちょっと次はね、あの一人暮らしをするとこ決まりまして、はい、いや次ちょっとね、僕がガーっていろいろ考えたんですけど、どこに行こうと思ったんですけど、ちょっと神戸の方にね引っ越して、ちょっと神戸の配信者としてやっていこうかなと思って、うん、神戸の方に、なんだ神戸か、いや、なんだの意味がわからんけど、いや嘘つけ、いやマジで、はい、なんかねマジでその神戸の三宮の方で正直住みたいなって気持ちがありまして、お前神戸で気になったやん、あ、遊びに来る、うん、俺ハーバーランドの近くにあの家建てるか、建てるんじゃねえ、借りるから、うん、神戸に彼女でもできた、いや神戸に別に彼女できてないんだけど、あのなんかあの最近あのツイッターで DM くれる人たちとかが、あの可愛い子たちがみんな神戸なんで、いやワンちゃん神戸行ったら週替わりであのセックスできるんじゃねえかなと思って、脳内セックスなんで、そこでの引っ越ししようかなと思って、そっち系でしかないっすね、は、いや、はって言われても、でもあなたって神戸の方がね絶対近いでしょ、考えが高校生、そうだよ、当たり前じゃん、そりゃそうでしょ、え、いや人間っていうのは、あの性行為はみんな好きなんで、嫌いな人なんかいないんで、嫌いなやつはね人間じゃないから、マジ、いや、そういうので嫌いなやつなんですよとか言ってるやつに限ってよ、あの好きの人よりも好きだから、嫌いなやついないから、初めてしたの何歳、俺初めてしたの高校2年生、高校2年生の時にあの初めてね、あのしゃぶってもらって、でずっとおえつされてたっていうね、その時はよくわからんかったけど、なんでこの人ずっとおえつしてんだろうね、
帰り際二ケツで家まで送ったんだけど、ずっとおえ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 言ってたよ帰るとき。マジで、いや臭いもクソもないじゃんって話だけどね、うん、初めてで、包茎だから、まあ包茎はね、まあ確かに臭いけど、うん、まあ、そんなことはどうでもいいや、まあこれ吸ったら行きましょうか、うん、まあだから僕はまあ神戸に住みたいですね正直、うん、いやマジで来んな、いや別にお前と関わらないでいいだろ別に言っても、なんでお前来んなって、お前の島かよ神戸。あ、でもな、神戸怖えからな、うん、裏の人とかいるからな、神戸裏の世界のやばいとこじゃん、神戸って、うん、まあそうだね、ハチの神戸やばいよ、でしょ、うん、怖いよね、なんか神戸って、神戸でやらかしたらなんかやばそうだよね、私神戸ですよ、あ、マジで、なんかいちいちなんか神戸、神戸行ったらさ、なんか毎回毎回なんかそこに突礼とか言われそうで、めんどくさそうだよな。神戸飲み屋多いよね、うん、三宮の東門でしょ、めちゃくちゃいいとこじゃん、あそこで人もそんなね、あの、多くもないし少なくもないし、アレトライザーさんいらっしゃい、いや仙台は行かないかな、銃で撃たれる神戸住んだら、マジ、いや意味わからんけどね、何もしてないのにそんなされるのって話だけど。関東が良くない、いや関東はねちょっとあのいいっす、神戸あたりがいいっすね、うん、めっちゃ住みやすいので神戸に来てくださいね、え本当ですか、行きたいっすね、うん、でなんか頻繁にイニエスタも出現するみたいだし、マジで行ってみてんだよな、来なくていいって、うん、いや別に来なくていいっていうのは意味が分かんないんだけど、あの居住地の、 あの住むところの自由っていう法律あるでしょ、どこに住んでもいいでしょ、はい、じゃあまあとりあえず行きますね、イカルトと平八、イカルトと平八はだってまあどっちにしろイカルトと平八もバラバラになるでしょ、だってうちの母親神奈川行くでしょ、親父はあの施設でしょ、どうもできんよね、もうえ法律あるじゃん、あの職業の自由があるように、あの居住地の自由もあるじゃん、うん、そんな何かどこ何県に住んじゃいけないみたいな、ないやろそんなの、なんだよそれ、差別じゃねえかよそれ。お前にはない、なんだお前、名前さっきからお前。なんだお前な、マジないよね、ないよね、一家解散や、まあ、あの劇団スタジオはまあなくなりますけど、まあでも今度あの神戸で、あの神戸結婚して新しいあの劇団が生まれるという、結婚、うん、いやもうだってもう神戸次住んでまた帰るみたいなことあったらね、えそれはだって松本家の恥じゃん、今でこそなんかねうちの家ではさ優秀だけど、それさすがに4回目も恥じゃん、お誰もいね、妹、妹は一家の恥だろ、あのいやそんなことはないですけど、結婚マジか、
いやだから結婚はだからなんで肉なの。それ焼肉はね、焼肉で今日はね、あの焼肉プラスあの1000円分のあの材料であれします。あれ、いやね、今日はね、テロップ通り約じゃねえ1000円分の材料で料理をしたいと思います。あの主婦の方は必見ですね今日、はい、そうです、主婦の方は必見ですね今日。はい、三脚から持っていきたいと思います。三脚どこ？だれた意味がわからん。何だれたって。だれたってどういうこと？千円は余裕？いや余裕じゃないよね。うん、一食鍋に千円高いわ。いやあの高くねえわよ。スーパー行ったら1000円以上買い物するんだろう、いろいろ。スーパーで1000円なんかなかなか安いからね。だから前のレ今日並んでた前のレジの人がなんかあのアンパンマンガムしか買ってなかったおばあさんいたけど、あれはちょっとさすが俺もあの笑ったわ。まあ、あのおばあさんのあの見ないでもアンパンマンガムしか買ってなかったけど、しかも普通にそれならお前ピッとするやつやればいいのに、レジ並んでたからね。いやそれで並ぶっていうね。まあ本人やるんだよっつか、なんか別に他にもなんか買えばいいのにね。うん、本当孫か。わかるだろセリフぐらい。普通にだってボタンのなんかピッてやるだけじゃん。普通に。アホがマジ。今日はね、今日の料理はね、こちらですね。ニラですね。ニラ。何なんですかね、これは。これ邪魔なんだよな、これ。ニラに、ネギですね。今日ニラとネギを使った料理をします、ね。ニラとネギ。ババアディスか、当たり前じゃん。並ぶなっちゅう話で。あ、ネギ用意した？あ、用意したちゃんと。うん、あの、ね、これにね、あと豚バラですね。これ用意したちゃんとこれ。あ、用意しました。はい、じゃあ次に、こちらですね。レタスじゃねえよ、これレタスじゃねえよ。あ、ふうかさん用意しました。はい、これ人参ですね、人参。こちら人参、まあ、人参ぐらい別になんか取り置きあるでしょ、冷蔵庫に。うん、あとこちら、さつまいもですね。あとね、白菜ですね、白菜。シューマン見てくださいね、これ。白菜に、芋に、人参に、ニラに、白ネギに、豚バラです。これで何ができるかっていう。あと、まあ、あとキャベツですね。さあ、これで何ができると思います？でも豚の餌って考えないで買ったの？いや、めっちゃ考えてますけど。料理に命張ってますけど、ね、一応ね、あの一応ここで大事なのが、これを使います。これ、こちら使いますね、これ。
一応あのこれはねあのここでこうやってこうやります。そうですね、はい。でまあこの料理あるじゃないですか。でこの料理を一番このなんだろうな、あのこれのこれってまあメインディッシュにおいてのサブじゃん全部。じゃあメイン出しますね。いやあの鍋じゃないんですけどやめてもらっていいですか。その毎回毎回鍋とかやるのムカつくんだけどマジで。あそのな鍋かとりあえず離れてくれない、君マジうぜんだけど毎回毎回鍋って言われるの。あ今日はねあのこちらですね、塩ちゃんこですね。でとりあえずこっちこれちょっと開けていきたいと思いますか。こっちは塩ちゃんこというやつですね、うん、いやちょっとあの鍋やんか。いや鍋は鍋でも塩ちゃんこ鍋なんだわ。鍋なだけじゃんそれ合ってるの。やめてもらっていいですかねマジ。鍋は鍋でも塩ちゃんこなんだわ。食ったことねえんだわ今まで一度も。ふざけてんなマジ。ね、一応ねあの鍋とこのつみれがないんでこのつみれの代わりにさつまいもキャベツ中ネギ人参ニラえのきえのきしいたけ、あ豆腐が必要ですね。はい私もないでしょ。なんかねコーラを見ちゃうとこのコーラ使いたくなっちゃうんだよな。これ置いとくかこれ。コーラってマジ俺見たらあかんやつだわ。豆腐あれ豆腐がないじゃん。あれいやさっきの自分で買ってますけど、うん、何が丸分かりなんすか。あれやっぱ豆腐忘れたわ買うの。いや今日はちょっとあのちょっと今日鍋の中に焼きそばもちょっと入れてみますか。たまにはね変わったやつしないとね。豆腐くらい買えよ。いやだから今日はだから今日は1000円分の料理だから豆腐買ったら1000円超えるだろう普通に。こっちはもう今回1000円ぴったしやったんだ。そしたらもう1000円の料理じゃないじゃん。アホが。1000円ぴったしでやってるのこっちはね。椎茸もないじゃん。あーそれいる。はいじゃあ料理を作っていきたいと思います。こちらニラから。あ待ってニラだったっけ。ネギだな最初ネギだよね。ダメんだよ鍋マジで。鍋とかマジで一番。あ。あれ。なんかこのネギ薄くね。もうちょっと太いのがいいな。じゃあ入れますね。で普通にあの鍋やる前時はあの基本的にあの白ネギから切ってください皆さん。白ネギからこれ重要っすね。でかもうあのほんてかなんか今マジ DM 来てたんだけどあの今一緒になって作ってますって人がいるんだけどやめた方がいいけどそれは。さまいあのあれじゃあまあ別にいいけどそれでも本当一緒になって作ってるのはいいんですけど、まあ、ちょっとじゃあ白ネギから切って。そんな人ガチいるんだ。すげえな。はいじゃあまあとりあえずじゃあこれをね入れますね。でもちょっとねこれネギが少ないんでもうちょっと入れようかな。これネギ
わざわざ DM することかよ。そんなこと言ってやるの。だからもう一度これ、DM くれた方はとりあえず2本分ね。1本じゃダメだから。とりあえず2本切って。2本。これこっちですね。あ、3本入れた？マジか。ちょっと負けたくないんで、3本にしますんで、3本入れて。3本。3本ね、これ。あ、まあ、やべ、ネギって洗うんじゃなかったっけ。あ、もういっかも。洗うよ。え、マジ？いや、もう無理だわ。遅いわ。マジだよ。もう遅いよ。あ、次、DM くれた方はとりあえずニラ出してください。ニラ。ニラ出して、でニラも洗います。あ、待って、ニラは洗っちゃいけなかったっけ？え、どっちだったっけ？洗う？で、こちら、DM くれた方、ニラ切るときは、この後ろから切ってね。後ろから。後ろからこういう感じ。こういう感じですね。だいたい、2センチぐらいで。2センチぐらいで切って。2センチぐらいで。これね。一応、料理というものは、なんかよく言いますけど、なんか残すとか、もったいないから残すとかいうやついますけど、残す必要ないんで。全部使って。これどう切りづらいのこれ。食べ物っていうのはね、その全部使った方がいいですよ、材料っていうのは一回で。ね、だなほら。なこれ。で、あんまり汚さないようにこう丁寧に、この DM くれた人を丁寧にこうやって入れて、丁寧に、ほら、こう綺麗に何も残らない感じの。次は人参ですね。はい、次人参出してください。人参出して DM くれた方、はい、人参はよ、人参出しました。私人参3本入れる。いや、俺人参嫌いなんで、人参は別に正直いらないんだよ。本当は人参なんか入れたくねえんだよね、嫌いだから。とりあえずこれくれた方はとりあえずあの1センチぐらいで切ってください。1センチぐらいね。あ、やべ、洗うの忘れてた。1センチぐらいで切ってください。約1センチね。人参は結構硬いんで、これ邪魔になるんで、俺みたいに虫歯がりですよ。この人参のせいで歯がまた砕けちゃうから。あ、いた。人参はいらんわ、これ。こんぐらいでいいや。お前かぶってるぞ、意味がわからん。で、人参はね、こっからが味噌で、こう並べるじゃないですか。並べるじゃないですか。こう並べるじゃん。こうやって。こう並べるでしょ。で、並べたら、こっからこう切っていくね、こうやって。こうやって。で、こっちも全部切れるように。で、最終的にはもう、ウサギの餌みたいなする感じね。ウサギの餌みたいな感じね。食べやすく。だからお子さんとかいるんじゃないですか。うん、はい、できました。よし。邪魔やな。
はい、次に続きましての白菜ですね。白菜、ああ。白菜はね、マジでね、食うとき、なんか、でかくて邪魔になるから、もう4種類切るか、俺。これも適当切りでいいっすよ。マジ。適当でいい。俺は。はい、できました。白菜。でかい。適当切り、だから適当切りでいいんだって、別に。マジ適当切りでいい。はい、続きまして、次に、続きましてこれですね、さつまいも。さつまいも、さつまいも、まあ、いいか。さつまいも入れるんだ。使ったら洗いましょうね。うるせえよめ。これはあれですね、さつまいもはなんか別にそんな多くなくてもいいかなと。少なくてもいい。そんな必要ないよ、マジ。へい、な、そして、へい、できた。で、最後豚やな。豚もったいないな。何が全くもったいなくないでしょ。この豚はね、これどうしたらいいですかね。ちょっとわかんないです。お茶飛んだ。ありがとうございます。あれです。フレ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 はーん。あれです。誰が飛んで飛ばしてくれたの。でも共食いするのやって。まあ、多分これでいいか。でなんすけど、あれありましたね。こちらをね、今日はこちらを入れますね。あのなんかね、最近すげえ思ったんだけど、麺ってなんか後から入れるってすごいけど、なんか普通に最初から入れてもいいんだよね、これ実際。塩味で、はい、できた。すげえ。いや、あのね、結局ね、なんだろう、なんか普通にね、なんか麺入れた方が味がなんか濃くなるというか、そう。でちょっと麺が少ないんで、麺が少ないんで、だから毎回なんか最近麺がちょっと少ないから麺2個ぐらい入れて。なんだそれ。え、これちゃんこです。ちゃんこ知ってる？ちゃんこって、よし、あとは蓋をして。何がちゃんこだ、何がだよ、ちゃんこだ。あとは親父に行ってきましょうか。今日の飯、ちょっと、あ、料理できたらもうちょっとでできるから、はい、火事になる？ならないよ。ならねえよ、そんぐらいで。
ならねえよ、そんぐらいで。じゃあちょっと休憩で、ちょっとタバコ吸いたいですね。手洗ってください、豚肉の手なのでね。え、どういうこと、俺の手が豚肉って言いたいの？え、どういうこと、え、手、え、意味わからん。そうです、え、どういうこと、まあいいよ、です。ちゃんと今日は片付けもするよ。片付けもね。よいしょ。これ入れた方がいいんだけど、まあいいか。あのね、汁はね、後でめんつゆつけ足すんで大丈夫です。さあ大丈夫です。はい。でこちらこちらでこれ、あっちゃ、あっつ。あ、先生気をつけ、あ、わかりました、気をつけます。いや待ってよ、これ先にやったらおかしくなりそうだな、ね、まあいっか。これ肉もね、たまには使わないで、おかしくねえよ。見てみ、これこちらですよ、油はこれほど入れて、よいしょ、いや今日マジでうまい料理作れるよこれ。あ、油いらないですか？そうなん？いや、早く行って。それ。いや、早く行って、これ。熱っ！熱っ、これ！熱っ！すげえ飛んでくるけど、これどうしたい？どうしたい？これ。あ？あ、おったの？何が？そんな高温、またフライパンがダメになるけどやめてくれ、そんな高温でするの。いいんだ。しかも、完全つけないでしょ。ああ。何しとる？絶対許さんで。何が？え、まさかクラクション？何が？持ちは貧乏人やかせや、肉は金持ちにやかせろ、素晴らしくないやん。そうなんですよ、よくわかんない。何がだよ、なんでや、絶対許さんって。クラクションのことかよ。ミスタードーナツ食べて、とりあえず落ち着いとけよ。ないっすよ。ないっすよ、これ。なんだお父さん。なんだどうした。
なんかめっちゃ走ってなかった今。どうした？花走れんの？走れるんだ、びっくり。いや、めちゃびっくりなんだけど。めちゃびっくりなんだよ。もう許さんけん、ほんとに。しかもなんでなんでもかでも買おうんです。いや、そっちの全部ダメだ。いや、そっちの方が早いだろ。いやいや、なんでだ。考えもなさすぎ。なんでもかんでもいっぱいすればいいってもんじゃないけん。なんで水分がどんどん蒸発。しかもまた目使った。あ、ラーメンの麺使った。そうそうそう。もうやめて、そんなもののために買ってきてないんだけん、それも。いや、だからな、鍋に入れ、鍋に、つうかあれ、この料理に入れた方がいいでしょ。なんで、それ高いラーメンだに。高くねえよ、こんなもん。98円のやつだろ、これ。コーラ。あ？お前なんで走ったよ、お前。コーラってお前だ、やだよ、お前。それ。お前は何もしねえよ。せっかく買ってきたラーメンを、麺をどんどん。だってせっかく買ってきたってこんなあるじゃん、普通に。だけこんなあるじゃん。美味しいけん、いや、美味しくて今たまたま休みしたけんまとめて。お前はなんで走れるよ。それで簡単にお昼ご飯とか食べれるけん。コーラ。いや、コーラコーラってコーラ持ってコーラとか言われてもギャグかよ、俺。なんでそんな使い方する。そんなことがめっちゃ熱いんだけど。ダメだよ、お前。どこで寝ようって。あなたなんで。いや、だってインスタントラーメンっていうか、これインスタントラーメンも鍋に入れたら美味しいんですよ。これは絶対うまいやつなのに。いや、だからこれが、だからこれは絶対うまいやつが鍋に入れたらもっとうまいやつじゃないの。これはスープがうまいんだよね。スープだけ全部残してる。あ、お前が死ねよ。ひどいわよ、これ。何が。あ、あっとがよ。何が。お前めが何が何。嘘だった。そうだよ。ダメでやって。お前何すよ、人のコーラ取って。神だから、お前。いや、もうとコーラ見えか。ひどいわ、もうね。いや、お前が一番ひどいけどね。だからいいんじゃん。これいくらでした、逆に。3つで119円ですか。違う。いやじゃあ別に高くないじゃん。いや、3袋です。いや、でもこんなあってさ。いや、まあ3袋どころか、まあ、完全にお前6箱ぐらいなの、これ。 1,2,3,4,5,6 別に2つぐらい使ってもいいですよね。いや、そのまま食べるから美味しいでしょつって。もそんなラーメン食わんくせに。うるせえな。いや別にこれは良くない、マジで。いや、良くないだ。それこれ何、1年かけて食うんですか、このラーメン。いや、だから2つ使っただけじゃんだよ、マジ。いや、3つで190円で3袋でしょ。てか3袋でしょ。うるせえよね、マジ。これなんか、これなかなか、これなかなかだらんけど。いや、だから別にそれでいいや、別に。そんなことより、ラーメンがこれなんか全然これ固まってるけど、なんでなんこれ。悔しい。悔しい意味がわからんけど。バリ形がね、何が？いや、破ってないじゃん。破ってねえよ。あ、本当は水分がない。やばい、水分がない。これどうすんの、これ。これ水入れてもいいの、これ。
やばいやばいやばい、なんかあの焼きそばになったこれ。水？水？水入れやいい。火を雨とすけども。え、てかもうできたくないこれ。できました。できたでいいし。できました。二つとしてたのになんでスープなくなる。いや、わかんねえんですよ。なんでなくなったの。これゆいともだろ、このあのツイコールして。お前なんか絶対あげねえからな。はい、マジで想定外だ。さすがに。いつも片手で持ててんだけど。うわどうしよう。いや本当にこれ別にマジでわざとじゃなくてガチで見せた。いや俺だってこれはもう1000円かけて落としたくねえし。うわもったいねえ、マジでもったいねえ。いやこれがもったいねえ本当に。さすがにこれはちょっと食えんわ。これの落ちたのやつはさすがにちょっともう3秒ループもクソもないと思って。うわマジ最悪、ほんともったいない。これゆいとものせいだなこれ。なんだ、何した、ひっくり返した。あ、ひっくり返した。いや、ひっくり返してないって。何したいった。ちょっとこのおかずが少しこぼれたっていう。何してくれるって。だけど何もし、だからいや事故だこれは。いやだから本当に、いやあんたはあるでしょ普通に。ない。コップ割ることとかあるだろ。あら、なんだこれ。何が。なんだこれ。何が。これ何みたい。は？これ何？いや、こうしてみんなひっくり返した。いやこれあんかけ焼きそば。はあ？あんかけ焼きそば。うん。これ火つける。なんだあんかけ焼きそばって。いやあんかけ焼きそば。あんかけって、あ、片栗粉入れるんだよ。どこやって入れた。最初の段階入れてたし。なんかもうこれ
だこれはだから普通にご飯にかけてたり、あれ？だ何するこれ？あれ？もう返してラーメン2個。ん？ラーメン2個返して。砂がついてねこれ。は？砂がついてね。大丈夫か？砂がついてる。これ何これ？なんで砂がつく？どこから砂持ってきた？知らんわね俺も。ここでいやなんかその何したっていうかこれ持ってって転んだ。まさか転んだ。どうやって引っかかって。何に？あそこの壁のとこに。どこに？ここにこっちで片手に持ってこっちでこれ持っててちょっと転んじゃった。でどうなった？ん？でどうなった一体？いやちょっ と落ちた。何が？あれがひっくり返って。どこに？ここに。はあ、じゃああれはなんだ？あれ、いや3秒ルールで拾った。嘘でしょ。マジ嘘でしょ。いやだってひっくり返ったもん。嘘で本当に本当にひっくり返った。うん。嘘でしょ。いやだって3秒ルール大丈夫でしょ。何の3秒ルール？しかもこのマットもまた。いやだってそのあごめんけどもうアマゾンでマットちゅてかメルカリでもうマット注文してるからな。何のことだ。いやだからマットだってそのマット汚いじゃん。なんでこれまだそんな買ったばっかりだよ。買ったばっかりって言うけどあなたが俺にメルカリ登録させたからメルカリ使っちゃっただけですよ。いやマジ登録した？うん。嘘でしょ。マジ。じゃあ私にポイントが入ってる。マジ？あ、よかったじゃん。本当に？ああ。なんだいっす。頭の中メルカリのあのポイントのことしか考えてない。いやー。何？登録してないでしょ。入ってないよポイントなんか。だ何が？これあこれ写していい？ダメそんなもの。うん、いやちょっと本当にもう登録してよ。許したらもう。だいやだから登録したじゃ許してくれんのこれ。いやもうなんでこんな日が。いやだからあんこ。おかで何問題？一体早く登録してよ。でも認証番号入れないとできないよ。あ？認証番号。認証番号って何？来るんだって。登録のとこまで画面行ったら、お父さんから500もらって、あんたから500もらったら1000。だからこっちの方に送ってよ。なんでこっちって？あのマティアスっていう方の LINE で、ちょっと LINE 今から LINE 交換してじゃん。こっちの方だったらいいけど、松本明の方は無理。どういう意味だ？いや配信中だから無理。いやいやだけ別に配信中じゃなくても今日中に登録してくれればいいんだよ。LINE 交換しよう。はい。なんだそんなこと。はぁ、あ、なんだこれどうするだ。うんだから QR 登録してよ LINE。 そんなちょっと、うん、ちょっと待ってよ。 QR ってなんだ。あ？は？ QR コード出せよ。誰の？あ俺だから QR コード出せよじゃなくて QR コード読み取ってよ。もうこれ。ああ、そんな QR コード自分の QR コード出してどうするやマジで。違う。それ俺お互いに QR コード出してんじゃん。それじゃ携帯電話のゴミがいっぱいです。だってはあんたに合わせたらゴミがいっぱいになったわ。どういうことこの警告。携帯電話のゴミがいっぱいです。何これ。あんたの QR コードに合わせたらこれが出てきたんだって。どういうことゴミがいっぱいですね。違うわね。ちょっと待って、あ、どういう意味？どういうことそれ？どういうことそれ？ゴミがいっぱいですって。こっちは聞きたいし、あ、ちょっと待って、QR コードとは何ぞや。何それ？友達リスト全員ゴミってこと？QR コード。意味わからん。はあ、なんじゃ。いや、こっちがなんじゃなんだけど。もう
だって今日は明日、まあ明日までじゃない、今日夕前ちょっとツイキャス、あの通知持っとるよマジで、今日と明日じゃないと、なんかじゃあ早く、じゃあだから登録してよ早く、だけどしたいんだけど、じゃあ俺がやってあげるよ、じゃこれ、これ持っといて、これいや、これいや、これが出てくるんよ、なんでだ、なんで今すぐクリーンアップって、あ、これで、で、あ、どこも、はい、か、これか、あ、それそれそれ、これに、そんな警告画面見たことないけど、ちょっと待って、これに、はぁ、あ、てか親父できたって言って鍋ひっくり返したっけ、あ、まあ別にいいでしょ、あ、ご飯できたよ、もうみんなお前なんだよ床に落としたかよ、みんなってあれ3秒ルールだから大丈夫だろ、ダメだろ、じゃあ食うなお前、出てけ、ダメだあれ、やり方忘れた、え、とりあえず普通にもう味噌汁、何も偉そうじゃないだろ、作っといてね、あの落としたぐらいでギャ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 吠えるの、マジ落としたあ、だから別に3秒ルールだから大丈夫です、ちょっと落ちたぐらい、マジ落とした、いやちょっと、ちょっと落ちたぐらい、ちょっとでどのくらい、いやちょっとってほんと3分の3ぐらい、全部落としたってこと、いやだからそれは別に落ちたけど別に食えるって、まあ本当に落としたやつだこれ、だから落としてねえわよマジ、ちょっとしか、ちょっとってだから落ちたやつはもう全部粉粉捨てたじゃん、うるせえなマジ、そう、絶対食べない、死んでも食べる、いやだから落ちてないって本当は、じゃああんた食べればいいじゃん、うん、じゃあ俺は食べるって、俺は食べるって言われなくても、お前食えよ、俺は食え、食うよマジで、あれどうだったっけ、今日は豪華だけどちょっとね、なんかね、あのちょっとなんか砂がついて、それがちょっとなんかあれだね、砂がついてるね、いやなんか普通に多分足につくじゃん砂が、それだよね、うん、もうちょっとですね、激アツぐらいじゃない、いやーちょっと待って、これやばいかな、これ食えないかな、これ砂がついてるでしょ、あーこれ食えんかも、水入れて、いやマジもったいねえんだけど、本当にマジもったいねえんだけど、最悪なんだけどマジで、あー水でやるか、水入れたら大丈夫なんですか、本当に水入れたら大丈夫、ダメ、せめて洗おう、洗うとは、洗うとはどういうこと、どういうこと、味全部なくなるやつじゃない味なくなるやつじゃないのそれなんか気にするな、いやいいや、もう俺が食うわ、じゃあ俺が食う、送った、あ、ちょっと味噌汁だけやって、味噌汁、いやだから今作ったんだって、いやだからそのあれのやつなの、あのハイパワーでやってるから、もうハイパワーやめてすか、ここ歩けて汚くて、なんだこれ、もうこういうことをやめてほしいんだお前は。
許されると思うか。登録して。あ？登録。だけど登録するじゃん。あ、登録できんこれ俺。なんで？ん？エラーが出る俺。はあ。あれアプリ取れない。俺アプリ取れないんですよね。なんで？あの携帯代で今月の。はあ、マジ？いやマジで。なんこれ今月の携帯代ってなんだ、また払ってない。だから25日までいけんから。あ、いけるわ、分からん、どうだ、あ、いける多分。来たんじゃないよ、送ったのに。いや違う、だからアプリを取ってねえんだよまだ。いや、アプリ取らんでもいいけど、それを押してよ、そこを。どこだけん、送ってあんたに行ったでしょ。どこや、ここなるじゃん、スマホ決済が。これが来たでしょ、あんたに。どれだ、これが来たじゃん。アプリをインストールして受け取ってくださいっつって。だけどこれをピッと、だからそれをしてアプリ取らなきゃいけんだろ普通に。いいじゃねえよ、でピッと押したらどう。だから押したじゃん今。じゃあどうなった？ん？携帯で払ってないけどダメって出てきた。いやだからいけるって。でその時にいけるって。あ、めんどくせえなこれ、後でいい。これ認証コードみたいな。うん、コードが来るけん、なんか番号が 4桁かなんかの。これめんどくせえこれ。やってあげる、やってあげる。いやいいですよ、やってあげる。いやあなたできないんでいいですよ。いや私もお父さんにもやってあげたもん。いやいいっつって、やってあげる。いやいいです。なんで、そしたら2人で1000円。なんならもう一個の携帯からしたら3つ1000円。うるせえな。もう一個の携帯からもしてみて、そしたら意外ともう一つ入ってくるかもしれん。うるせえわ。500円分がだから毎週に。こうやってもう本当にもう節約して生きてるこの親でなんで、こんな小じきやん、ただの。なんでこれが小じきだ。人にお金もらってるわけ。これは小じきでもなんでもないよ。ポイントも。あったげん、うるせえ。こんな賢い生き方って言うんです。別にお金くれって言ってるわけない。で向こうがポイントをあげますって向こうが言ってきてるのに。ああ、分かった。お父さんも今ちょっとこらんで、ちょっと今こらんで。あ、いいよ。ちょっとこらんで。ちょっと、うん、食べていいよ。いやこれなんか落ちたらしいで。はあ、あ、登録しました。あ、した？はい。数字入れた？はい。マジ？入れた。落ちたらしい。落ちた？何が？来た！は？来た。何が？じゃあもう一個の携帯でもやって。うるせえ。もう一個の携帯でもやって、したらもう500円入る。やったぜ。いや、今日と明日はなんか 30% 還元されるのよ。うるせえ。ショップで、はいはい、なので、まあ、早くさんと今日明日、はいはい、これマジで。あ、じゃあご飯先に。うーん、絶対許さって言ったでしょ。あんたたちこれ食って、俺これ食うから。汚い、もう。あれや、もう。ここも掃除さんといけんじゃん、まず。何が？俺が下に落ちた文句はないって。いや、あんたたち寝てるだけだから。お父さんはそんなもん食べさせちゃダメでしょ。いいよ、俺カレー食べて。お父さん、インスタントラーメン作ったよ。死ぬ。何を？いや、あ、汁いらんの？いや、そういうわけないか。うん、具がいっぱい入ってる方がいいんじゃないの？あ？具は。あ？もうそんな、何ももったいないね。あ、それちょっと。もったいない、本当に。あ、お父さん、しらす丼食べらん。いい、しらす丼。はい。しらす丼がよく汚い。ここ何とかもうこれ、本当に頭にくるわ。本当にこんなことばっかりさせて。あ、汚いもん。
何が？それはだからあの頑張った証拠じゃないのっすよ。ちょっとお母さん、ここ通れないんだと簡単に。ちょっと水をもし、いやちょっとこれは辛いわ。辛い？うん、そうなん。ちょっと食っていい？塩ちゃんこで辛いわけがないけどね。辛い。なんだ全部出たけんの。カレー。なんこれ？カレー。こくないの？もう一杯分。カレーこれ。赤いやつ洗ってこれと変えてもらえる？辛すぎるやつとこれ。めっちゃ辛いこれ。びっくりしたマジ辛すぎて。あとどれぐらい？もういいよもういいもういい。あと一杯ぐらい。いやもういいってもういい。あと一杯。もうちょっとこれぐらい？もういいってとは。味これであるか？あないわ。え？もうないわ。味ある？ちょっと食べてみて。いや食ってみてね、食ってねえだろ。今あ温めてからだわね、バカだな。熱いお湯なのに。あ？熱いお湯ね、温めんの。熱くないがね、全然。いや今熱いお湯入れたじゃん。何に沸騰してからじゃないと細菌がおるでしょうが。何の細菌？あんたの床に落としたでしょうが。あ、そっち？ご飯。あ、先生ご飯ください。ご飯だ白米だけ通れないんだって。いや通っていいから白米だけちょうだい。あんたはいいかもしれんけど、うん、汚いんだって。もうどう味ある？まだやってねえもん。いやいや食えよ。作れんかな本当に。高がそんなそうそうそう高がそんなことに。ご飯は？ご飯。自分でそこにあらげる。だって邪魔だなこれマジ。こんなとこでやるなよマジ。超邪魔なんだけど。ここに干さないでくれないマジ。邪魔いこれ。邪魔でこれこれここ干すとこれ干してるんだって。あなんでだって暖房がないと邪魔だあれ。ちょ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 どいてあんた。いやこれなんかどいてご飯食いたいんですけど。なんかこれ油何の油これラーメン。汚い食いからするなよマジ。なんで？で味ある？うん。あるならいいじゃん。あれてか焼肉のタレどこにあるんですか？あったっすね。はい。あったっすね。え、じゃあいいの？もう一個の携帯でメルカリ登録専用。して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 ください。じゃあはい。はい。してください。はい。お願いします。汚いやここなんか拭いたせいで余計。なんで拭いたが濡れてるだけですよ。まったくそんなのポイント500円もらったからといって全然あんたらの回収っての足しにもならんけど。じゃあいい。いやお願いします。そんなもんそんななんかなんかぐち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 じゃん登録しませんけど。あと妹や弟にもちゃんと言っときますね。いやいやそこまで欲しいなら。紹介コード載せたら登録するよって人がたくさんいるけど。おいしい。おいしい。
あれこれ入れ物どれだっけ、あれ入れ物どれだっけ、これいい、これ何これ、汚ねえ名前これ。マッティアス偉い、え、何が、なんか俺偉いことしたっけな。よっしゃー、できました。今日は鍋です、落ちた鍋です今日は。いや、ひどいの、何が、いや知らねえよ、だじゃあ食わんでいい、俺が食うわ、じゃあ、じゃあ食わんでいいよ、もう、あ、あ俺もそれがいい。いや意味がわからんわって、何が、いや俺もそれがいいんだけど、じゃあ俺これ食うわ、じゃあ俺ぜい、ひどくないですか、鍋作ってるのに全員食うもん違うっていう、ちゃんと食えよ鍋。なんか冷たいんだけどこれ、ダメだこれ、食えんわこれ、意味がわからんこいつ、いや食えんこれ、ちょっと待って、冷たすぎるんだけど、うまいこれ、ええなんで、めっちゃ冷てんだけど、だって冷えたんだもん、え冷えてあんな冷たくなる、なるでしょ、冷えたんと、だけ今肉焼いてんねよ今。あら、ちょっと何これ、何これ、なんか鍋が2つあるけど、鍋つかなんかこれってこれ何、これ何、これだ、これ知らねえよ、こんなとこ、これなんだよこれ、意味わかんねえこれ、音が変だと思ったら、なんだよあれ。あ、コーラあれしといて。コーラをホットで焼いて、で、あのマシュマロ入れて美味しいらしいから。メンジャビヨンスね。もう塩味ダメだし。じゃあ何瓶すればいいの。なんでここにこんなの。どれなんで前ここにこれがあるや、三脚がある、三脚がこの入ってる、これ食器棚に、なんでここにこんな、みんななんかこんな、あ、なんか、オッケー、これぐらいいいじゃないか、焼き豚チャーシューの完成、焼き豚チャーシューの完成、なんか臭い、焦げ臭いぞ、なんか臭いぞこれ、焦げ臭いよ、またフライパンでまたダメにしたでしょ、皿は何が、なんかまたダメにしたでしょフライパン、いやフライパンダメにしたって、だって焦げ臭いの、何言っとんのか、全然、焼き豚チャーシューの完成、頭邪魔、乗っけるぞこれ、はい、完成です、今日は、こちらですね、キムチの鍋と、焼き豚チャーシューとご飯と、落ちた鍋です、はい、皆さんご視聴ありがとうございました、今日の、料理は落ちた鍋と焼き豚チャーシューと汁です、普通に今日はちょっとなんか味が違う塩ちゃんこを作ってみたんですけど、まあうまい具合にできたんでよかったです、うん。
私鍋落としました。あ、マジ完璧。